ビスレットゲームズはノルウェーオセロのビスレットスタディオンで例年6月に行われる陸上競技大会 IAF ダイヤモンドリーグを構成する一大会であり2009年までは IAF ゴールデンリーグの一大会として行われていたエクソンモービルが大会を講演しておりエクソンモービルビスレットゲームズとして知られている日本ではビスレーゲームズビスレー大会 あるいは、オスロ国際、ダイヤモンドリーグオスロ大会、DL オスロなどとも表記される。ビスレットスタディオン吹奏楽団による演奏が行われる2006、2008、2010年、男子やり投げ優勝。地元ノルウェーのアンドレアス・トルキルド戦2010年の大会の模様。観客と選手との距離が近いレース後観客と触れ合う選手。国旗の向こう側にいる人物が選手。 ビスレットゲームスは多くの世界新記録を誕生させた大会として知られている。過去の開催時期は6月から8月であり、一時期は IAAF ゴールデンリーグの開幕戦となっていた。2011年現在、トラックフィールド合わせて25種目が行われ、このうちの17種目がダイヤモンドグランプリに指定されている。夕方から夜にかけて行われ、 入場料は350クローネからとなっている。選手と観客席の距離が近く、観客の熱心な応援に包まれる。高記録が生まれるため選手からの評価が高い大会である。世界ランキング上位の選手が集まる大会であるために、いずれの種目も人気があるが、中長距離種目が売りであり、とりわけメインイベントの1マイル競争は、ドリームマイルと呼ばれて、 人々に長く愛されている。ビスレットゲームズの前身は1924年にオスロで創設された国際大会アメリカンミーティングである。第1回大会には後に IAF 会長を務めることになるアドリアン・ポーレンが500メートルの選手として出場している。大会は1937年までアメリカンミーティングの名で行われていた。 1937年から1965年の間は主催者が入れ替わり、違う名前で大会が行われていた。その後1965年になり、ノルウェーの陸上競技、クラブチームであるブール、ビダル、トジャブがビスレット連合を形成。このうちのブール会長、アーン・ハウシュビッチにより現在のビスレットゲームズが創設された。ハウシュビッチは、 ノルウェー陸上競技連盟の役員を務めた経験があり、後にオスロ市議会議員となった。ハウシュビッチはビスレットゲームズ前日に自宅へ選手、スポンサー、報道関係者を招いて伝統的なストロベリーパーティーを催すことで知られていた。ハウシュビッチは2002年間のためにこの世を去ったが、大会前日のこの歓迎は今も続けられている。 死去翌年の2003年大会はザーンハウシュビッチメモリアルビスレッドゲームズとして行われた。1980年代に入った頃、陸上競技の世界に選手のプロ化、大会の賞金レース化の波が押し寄せていた。1985年、IAAF は賞金レースである IAAF グランプリを創設。この時ビスレッドゲームズもその一つに加わ 1998年のゴールデンリーグ、2010年のダイヤモンドリーグと IAAF の改革を経た後もビスレットゲームズは常に最上級の大会として定義され続けている。これまでに69の世界新記録を生み出す舞台となったビスレットスタデオンはヨーロッパの名競技場として知られる。1922年完成。 第二次世界大戦直後の1946年にヨーロッパ陸上競技選手権大会が開催された歴史を持つ1952年のオスロオリンピックのメインスタジアムとして使用されたオリンピックではアイススケートやフィギュアスケートの会場となり1925年から1988年までの間は陸上競技場とスケート場の機能を兼ねていた 旧競技場の収容人数は2万人であり、1994年のビスレットゲームズには1万8000人の観客を集めている。1999年にスポーツイラストレーテッドが発表した SIS トップ20ベンスオブザ・ツエンティースセンチュリーによると、ビスレットスタデオンはヤンキースタジアム、オーガスタナショナルゴルフクラブ、ボストンマラソンのコースなどと並び、20世紀を 代表するスポーツ開催会場として高い評価を受けた競技場である。しかし20世紀の終わりに差し掛かると競技場の老朽化が著しくなり、また6本のレーンしか持たないなど IAAF が求める企画に沿わなくなっていた。ビスレットスタデオンの改築が決定し、旧競技場は2003年6月27日のビスレットゲームズで幕を下ろした。改築中の2004年は、 ベルゲンビスレットゲームズとして、ベルゲンの花スタディオンで行われ、翌2005年7月29日のビスレットゲームズが、完成した新しいビスレットスタディオンのコケラ落としとなった。ビスレットゲームズは、日本の陸上競技とも関係が深い。これまでに、多くの日本人選手が出場しており、小山隆二、石井隆増田明美、新宅正也らがこの大会で、 日本新記録を樹立した。また、朝原信春が2001年に100メートル日本、歴代2位となる10秒02を記録した大会でもある。かつてこの大会に出場した、総茂、総武士兄弟は、ビスレットゲームズが持つ選手と観客の密接な距離感、大会の雰囲気に惹かれた。二人はこの時の体験を、ゴールデンゲームズインのベオカの運営に取り入れている。全身を含め、 ビスレットゲームズは多くの世界記録を誕生させた。最近では2008年にティルネシュディババが女子5000メートル14分11秒15の世界新記録を樹立している。1996年の男子200メートルでフランク・フレデリクスが優勝を飾り、マイケル・ジョンソンの200メートル連勝記録を21で止めた大会でもある。ありがとうございます。